はようございます。囲み取材を始めます。まずは性に関する質問をお受けいたします。お願いします。はい。西側の出入り口が封鎖されまして、別館が裏の建物が使えなくなったんですけど、裏手の計画についてお考えのことがあると思います。まあ、今のところは、白紙です。まずは、もう耐震上問題のある建物ですから、きれいに撤去して、裏側をこうスカッと広場にしておきたいと思います。1ヘクタールぐらいの広さで結構使い手のある土地だと思いますけども、将来どういうふうにしていければっていうのあれは、まあ、この府庁周辺のね町づくりというか、そういうことを考えながら活用したいと思ってます。大体いつぐらいまでに方向性が見えるでしょうか。いや、俺は時間かけていいんじゃないかなと思いますよ。はい、もう別にそんな急ぐような話ではないと思っています。大阪城とかに外国の観光客がたくさん来ていて、なんか有効に使えたらいいんじゃないかなと思います。まあそういう話もあるけどね。将来、ここに今庁舎が2つに分かれてるのでね、1つにまとめればっていう、まあ、公明党さんのそういう声もあるし、今の時点では、松井府政の間は僕はベイエリアの拠点ね、先島庁舎をベイエリア開発の拠点にするということでやっていきますけど、それよりその先のことはね分からないからね、まあそんなに急いで物事を決める必要はないと思う。他にございませんでしょうか。政務に移ります。政務に関する質問をお受けいたします。はい、新しく大臣になられた、江崎国沖縄大臣なんですけど、失言と言えるのかわからないですけれども、素人なので500人の作った公文書を朗読したいと思いますというようなことをおっしゃっていたんですが、こういう姿勢というのはどういうふうに、失言というか言う必要のない発言だなと思います。別に役人が作ったものでも答弁として、このきちっと、国民の皆さんに納得していただけるような内容なら、これ何の問題もないわけですから、いちいち役人の作った本読みますとか、もう言う必要のない発言だ。だからそれは失言というか、メディアの皆さんへのリップサービスなんじゃないかなと思いますね。他にございませんでしょうか。それでは囲み取材終了いたします。